しくなかったか。会いたかったぜ。で稽古して呼ぶな。寂しくなんかねえよ。わしの半分はそっち入ってんだろうが。あの鞍馬が恥ずかしがって慌てておるわ。だがこれこそわしが思い描いたもの。美獣たちすら自ら協力したくなる、そういう忍びが現れたのだからな。オビトのことも本当はナルトが、彼がオビトを戻してくれた。そうか、ならその話はあの世でオビトに詳しく聞くとしよう。彼はまだ。そろそろ行く。そうか、俺は忍びの世界をめちゃくちゃにしてしまった。今さら何を言って去っていったらいいのかもわからない。最後は敵でなく友として別れない。人助けもないで遅刻していたあの頃のお前とな。俺にとってはそれだ。ありがとな、カカシ。じゃあな、もう行くよ。リンを待たせてっから。遅刻の言い訳は考えてあるのか。お前を助けてくるって前もって言っといた。こっちこそありがとうな。車輪の話も今日で終わりだ。マダラは一度人中力となった。美獣たちが抜けた今、たったらそんなものを利用するからああなる。